もう本当に簡単な美容学校生でも切れるようなカットを今日はやってるね。上級向きではないですね。目乾きやすい。じゃなくて、実際言うと眼科で黒目傷ついてますねって言われて。え、嘘。え、どうすんのそれ。え、点眼薬出されてもいいです。目薬出されて。コンタクトで気づいたんですか。いや、多分目こするんでそれです。あら、見づらいのじゃん。あ、そっか、涙目になっちゃうのか。すぐアレルギーがあって。あー、そうなんだ。アレルギー反応を起こして、目が赤くなる。あー、そっか、もう赤くない。目がね、やっぱ大きいからね。俺の場合、黒ほとんど空気に触れてないからさ、眼鏡じゃない、目が細すぎちゃって、まず傷つくことがないもん、間違いなく。黒目は何回も、お考えたために黒目傷ついてますね、しか言われない。羨ましい、俺も傷つきて。黒目まず傷つきたい。黒目傷ついたらめんどくさいでしょ。目薬全部染みますもん。傷ついたことないからね。傷ついたことがない人の気持ちもちょっと分かってる。あ、分かりました。寝てるって言われるから。起きてるって言う。いや、本当俺も学生の頃超大変だったからね。本当にもう何もしてないのに先輩に、いや、お前睨んでるよって言われて、それからもう人のこと見るの怖くなった。中学校とか、塾の帰りとかさ、待ち伏せされてさ、自転車で公園連れてかれてた、夜中に10時ぐらいに塾終わって、まだ中学生だよ。でそこから自転車、先輩の自転車に乗せられて拉致されて、公園に行って耳に爆竹入れられて、ここにで火つけるって、なんかわかんないけどムカつくらってすぐなんかその焼き入れてた、生きられてたんだ。なんかわかんないけど目をするかな、わかんない。でも何度なんだか本当もうあの爆竹事件以来。いや、爆竹怖すぎ。どんだけ治安悪いところに住んだんですか。いやいや、そんな治安悪くないけど、なんかね、目つけられてたんで、よくわかんないけど。はい、これビフォアでーすね。はい、今の状態ですね。よく見ていただくと、結構この辺のダメージがちょっとね、やっぱり過去の履歴であるんですけども、で、こんな感じでボサッとしちゃってて、就職活動をしたいということで、まあ、バッサリ切りたいということ、ダメージもちょっとあるからですよね。このぐらいに切っちゃって、お、そんなに切る。うん、そうだね、僕はそれぐらいで、前髪は締めにして、で、それからちょっと黒染めをしていくような感じです。で、ショーバルタンちょっと使います。バッグの方最初に決めちゃうと分かりづらいから、再度決めます。で、相談しながらまあやっていくんですけども、どこがいいかな、この辺。じゃあまず一回ね、大丈夫なとこ。あ、そんな切る。あ、でも切るよね、あれだったら。いや、なんかもっとおしゃれなのに、これ、この辺まで切っちゃってもね。全然いいです。はい、で、ここをショーバルタンで切ります。はい、ショーバルでカットして、で、こちらも切ります。こちらちょっとそのまま、今長さのリングス合わせなんで、ちょっとざっくりなんですけど、で、上から手持ってきて、切っていきます。コンベックスを作って切るから、結構切ったね。はい、こっち側から落ちる位置で挟みます。クリップみたいな感じですかね。で、このままポンと切っていきます。もうちょいいっちゃっていいか、うん、はい、まずね、イヤートゥーイヤーから分けて前の方だけ先切っちゃうんですね。で、それに対して後ろ合わせていくんですけど、はい、上から持ってきて、はい、落ちる位置を挟んでクリッピングして、だいたい1センチぐらい今これ切ってるんですけど、R シザーで、はい、プラス1センチ切ります。結構短くなってきましたね。この辺ちょっとスッキリするから、結構長さはこのぐらいからスタートした方がいいんじゃない。ちょっとこっち全く見えてないからさ、大丈夫多分俺が大丈夫全く見えてない。でもさ、実際さ、ぶっちゃけの話さ、こんなバサって切んないじゃん普通。こういう風に切んないし、多分。そうなんですか、わかんないか。いや、なんかちょっとずつって後ろから切ってからね、普通に。ああ。でもね、前に切った方がちょっと分かりやすいと思うんですね。実際の仕上がりが。サイドの切ったここのガイドラインからまっすぐ行くような感じです。で、つむじから常に放射線状で線もあるんで、
それをちょっと活かしたいので、あんまり出しすぎないようにして、はい、ではそしたらあの、ノーコームの状態で切ります。上から持ってって、ここでまっすぐを作っていきます。全くテレビ見ないの？最近テレビとか見ないですか？見ないです。何やってんの、したの？何をするわけ？家帰ったら。国史の勉強。ああ、そこそこそこ、それ以外にもしてないの今。国史の勉強か、携帯でゲームをするか。ああ、なるほどね。朝のニュースぐらいはちょっと見ます。あ、本当？携帯でニュース見るから。ニュースの情報だけ。ああ、そっか。そこはね。ほとんどじゃあスマホのゲームとニュースアプリしか使ってない感じじゃない？うん、使ってないです。ちょっとラウンドさせて、はい。どっちかっていうと、このネープの毛を出してる感じです。そこを、R シーザーの丸い感じにちょっとカットしていきます。中を切っちゃいます。ボブなので。はい、0度、完全0度の感じ。サイドのもみあげの延長線上のこの下を、まあ、別でできるような感じですかね。こういう感じです。ここに挟んで、頭に沿わせてカットしていきます。はい、これでネープの毛ですね。この時にね、サイドの毛間違ってあまり切らないようにしてください。1日何時間勉強するの？1日、今はまだ2、3時間です。それでも。あ、課題もあるの。忙しいじゃん。で、一回ちょっとあの、ボブをイメージした方がいいので、あの通常、生かして、また後できるんですけど、一回色入れて、なんか、あ、こんな感じだなってイメージをちょっとここで共有させていただきます。で、この時にアイロン入れるポイントとしては、この耳の付け根から下の部分は入れないで、表面だけちょっと丸くすることによって、ちょっと表面が短くなるん で下の出たところをまたちょっと切っていきます。なので、まあ、分かりづらい方はここ止めといてカットしてもいいかなと思います。はい、もみあげの延長線上のところをちょっと取りますね。こういうふうに取って、まあ、本当に簡単な美容学校生でも切れるようなカットを今日はやってるね。上級向きではないですね。はい、こんな感じに止めておきます。で、上を切っていくんですけど、切ってくると上をね、アイロン入れるんですよ。先ほど留めたネープはアイロン入れないで、他のところを内巻きにしていきます。はい、アイロンで、ちょっと内巻きにしてイメージをちょっとここで作っていきましょう。1日2時間だったら勉強ちょっと足りない？全然足りないです。ゲームを減らせる？そうじゃない。いや、全然ゲームも減らせるんですけど、ゲーム減らしても睡眠時間を取りたいんで、そんなに伸びない。8時間は寝たい。8時間、7時間は寝たいです。ああ、そうだよね、確かに。そんなに悪いですね。結構真面目なんですか？真面目ですよ。真面目じゃないとやっていけないですもん。ね、意外なことですよね。見えないよく言われます。ね、言われるでしょ。課題やってったら、今日も真面目にやってきたんだねって言われて、いやいや、毎回やってますけど、みたいな。で、カットとクローズ目で、大体1時間半ぐらいで今日はやろうかなと思っていますけど、前髪はどうですか？前髪は色つけない方がいいんで、このまま使っていきます。作って、このままにしておきます。で、ネープのこの、ダッカル外して、下向いてもらってですね。はい。そしたら、ちょっと出てくるので、そこをちょっと切っていきます。ちょっとあんまりこうシェイプしないで、自然な感じで、あくまでも自然な感じで出たところをカットしていきます。ちょっとあの内巻きにすることによって切りやすくなるので、で R2 セニングって結構僕使うんですけど、この削ぎ率がすごい、削ぎ率って言ってもブランドカットでほぼ使ってるんですけど、ちょっと指で上から、このボブのラインをちょっと作っていって、このつむじの位置からちょっとこう跳ねるので、その跳ねをこっち側に修正していきます。後ろにこうシェイプすることによって、ちょっとボケます。はい、ちょっと最後切ります。今もガンガン足がそのライトに当たってて、足っていうか、あそこは大丈夫です。大丈夫ですか？倒れます。